Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started. Nothing else matters. はい、皆さんこんばんは。女性ライフコンサルタントの水木です。今日はですね、左手側に東京タワーが見えております。さっきね、ちょっと転倒したので、このお部屋、虎ノ門にあるエディションホテルに今泊まっているんですが、今日はこちらのお部屋から届けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、日中の動画なんかもさっきちょっと撮影をしたんですけど、まあお部屋の様子なんかちょっとそれで楽しんでいただけたらなと思います。で、今日ここからの動画はですね、私実はずっとこのホテル泊まりたいなと思っていたホテルで、なんと1泊20万円もしました。もうほんとメンタルも飛び出るかと思うぐらいマジで高かったんだけど、ほんとどうしようと思ったんだけど、でも泊まりたかったからやっと泊まれたって思ったのね。で、こう願いを叶えたわけなんだけど、まあもちろんなんかこの2022年にさ、自分の中ですっごく大きな変化をした1年だったんだけど、その中でいろんなことを叶えてきたからこそですね、人生をやっぱり大きく変えたいとか、自分のタイミングポイントだなってなんかモヤモヤしてるんだけど、自分がどうしたいかがわからないとか、もっと自分の輝く場所を見つけたいって多分思ってるんだけど、一歩踏み出せずにいるっていう皆さんに今日は一つだけ伝えたいことがあるので、それをテーマに届けていきたいなと思います。大きく人生を変えるとかっていうとすごく大げさに聞こえるんだけど、でも何か夢や目標を叶える時ってもう私は圧倒的にこれだと思っているんですが、影響をね、受ける範囲を自分で決めるっていうことなんですよ。これめっちゃ大事で、もうこの表現の仕方は私はいろんな意味を込めてるんだけど、まずさ、人生変えるときにこの3つを変えると大きく人生変わるよって言われているのがあって、まず1つ目は環境、2つ目は住む場所、3つ目は、まあ、時間の使い方だね。この3つを変えるともうさ、なんか自分の習慣とか、まずなんか当たり前が変わるのよ、環境を変えると。で、この環境を変えたり、あとは住む場所もそうだよね。これも自分が影響を受けてる範囲ってすごい変わるじゃん。で、時間の使い方も変わるとさ、人生って自分の今やってることで出来上がっていくから、時間の使い方が全てなわけよ。なんかここを変えると大きく変わるっていうのはなんかイメージできると思うんだけど、これがなんかもっと具体的に自分に落とし込んで考えてもらうときに、自分が何から影響を受けてるかっていうことを自分でコントロールしていくことがすっごく大切なんですね。で、私はこの1年で、去年の今頃に私は会社でまだバリバリ働いてたんですよ。このエディションホテルに私初めて来たのがまさにこの時期だったんですね。で、ラウンジに行って、私なんかホテルラウンジって聞いても何がいいんだろうってちょっと正直思ってたんだけど、私ここに来た時にマジで別格だと思って、うわ、エディションってすごいいいなって思って大好きで、それから何回か来てたんですよね。いつかこのホテル泊まりたいなって思っていたんだけど、なんかやっと泊まることができるようになって、で、ここに至るまでに私は1年間いろんな変化があったわけですよ。で、まずその会社員として働いていて、そこを辞めてっていうのがちょうど12月だったんですね。で、その当時は私は物販スクールで、物販からね、まずは収入の柱を、まあ言ったら副業だよね、副業から収入の柱を作って、で、会社員を辞めて、まあ好きな発信の仕事をするっていうことをやってたんだけど、でも会社辞めてこうバーッと楽しい感じでさ、行きたいところに行ったりとか、自由な時間ができてっていう風になって、やっぱりすごい楽しかったんだけど、なんか自分の中で違和感を感じるタイミングが来たんだよね。それがちょうど5月ぐらい、今年の5月ぐらい、沖縄とかもさ、メンバーで行ったんだけど、私にとって物販スクールは自分が会社を辞めるためのきっかけだったし、それこそ環境を変えたことが私に大きかったなと思ったんですよね。普通に会社員じゃない人たちがたくさんいて、それが当たり前の世界がそこにあって、あー、なんか私にもできるかもって思ったんよ。で、あー、これって自分が影響を受ける範囲変わってたなって後々思うんだけど、逆に言うと、この物販スクールにいながらも、なんか私本当はコーチングとかずっとやりたかったのよね。でもなかなかそれが形にならなくて、私は自分の生徒さんたちをさ、こう初めて、まあ、持つようになって、まあ、自分のこういう発信を見て連絡をくれる生徒さんたちがさ、たくさん増えるわけじゃん。で、すごい嬉しかったし、いろんな自分の経験を伝えていけることがすごく楽しかったんだけど、なんか逆に言うと、こう物販を教えるっていうことをしたいかと言われると、そうじゃないなってことに気づいたんですよ。そうで、私の中でね、その時にまたこう変わるタイミングだなって思ったんだけど、ここで自分の影響を受ける範囲を決めるって決めたんですよ。で、なんかこれめっちゃ私にはやっぱ勇気のいることだったし、なんかコミュニティに入ったことがある経験のある人だったらすごいわかると思うんだけど、当時の自分のメンターとかさ、そこのスクールにいる人たちとかの発信とか、いわゆる影響を受けるのを一旦やめたのよ。なんか公式 LINE とかももう受け取らなくなったし、インスタとかもミュートにして全部見えないようにしたのね。で、これなんでかっていうと、自分に集中したかったからなんですよね。でさ、こう気づかないうちに私たちって
日頃いろんなものから影響を受けてるわけね。例えば今見てくれてる YouTube もそうじゃん。なんか自分が見たいなと思って登録してるチャンネルとか、あの SNS でもそうだよね。例えばインスタとかもそうだけど、ストーリーとかで流れてくる人たちの情報っていつも自分が目にしてる情報なわけじゃん。でやっぱり私たちって多分育った環境を想像してもらうとね、一番イメージしやすいと思うんだけど、なんか親の当たり前って自分の当たり前にしたくなくても多分なっちゃってるのがあると思っていて、これが影響を受ける範囲を大人になったからこそ自分でコントロールしていくことで自分の当たり前を変えていって、自分の理想の人生とかにね向けて変えていくことによってそっちにシフトしていけるんだよっていうお話なんですけど、例えばじゃあそうだ、年越しにしようかな。年越しの時って私のお家ではいつも、年越しそば食べてましたと。まあそういう人多いと思うんだけど、まあね関西だからなんかね味がどうとか乗せるものがどうとかって多分あると思うんだけど、なんか食べてましたと。じゃあそれをさ当たり前のように大人になっていくと、毎年それが普通のことだと思うじゃん。でもそれが当たり前じゃない地域があったりとか、当たり前じゃない家庭があったりとか、じゃあ乗せるものが違うとかね、これ地域性とかあるじゃない。それと同じで、自分が当たり前だと思っていることって今まで自分が育った環境によってできていくわけなんですよ。だから私たちは知らず知らずの間に影響をいろんなものから受けてるんですよ。でそれが自分の普通だとか当たり前だっていう、いわゆるコンフォートゾーンっていうね、居心地のいい状態になるわけなんですよね。だからこそ自分が今知らず知らずのうちに何から影響を受けてるのかっていうのをまず知ることがすごく大事 で、この YouTube チャンネルを見たいと思ってくれてる人はぜひこのまま見続けてほしいと思うんだけど、要は自分が心地いいなと思って見てるものとか、こうなりたいなとか、あなんかこの人との考え方を知りたいとか、私はねそうなんだよね、なんかこの人の言葉すごいスッと入ってくるなとかっていうのを見るようにしてました。で逆に言うと、私物販スクールに最初は会社員辞めた時って運営をしていたんだけど、そこから今もう卒業して自分で講座を作ってやっていくように、まあ、ステップアップをしたわけなんだけど、そうなる時にもやっぱり影響圏範囲って変わったのよ。物販スクールの人たちではなくって、やっぱり外にもっと学びに行ったりとか、私が言葉が欲しい人この人だなって思うところに学びに行くっていうことをしたんですよね。そうで、これってやっぱ後々振り返ると、自分で影響を受ける範囲自分で選んだから、自分の望む姿になれたんだなっていう風に思ったんですよね。なんかよくこう、この人って決めたらこの人にずっとついていかなきゃいけないのかって思ってる人も多いけど、私はそうじゃないと思っていて、だってさ、その人になりたいと思ってなって自分がそこにたどり着いたりとかさ、自分が望むものを吸収したらさ、そこから吸収できるものなくなるわけじゃん。これ会社も一緒ね。私会社辞めたのも本当にそこだったのよ。この会社で学べるものとか目指したいものがなくなったから、じゃあ次ステップアップしようと思って会社じゃないところだったんだよね。転職活動しても結局そこで選びたいものとか学びたいものってなかったから、あじゃあ会社じゃないんだもんって思って独立をしたわけなんですよ。そうっていうのと同じで、じゃあその先も会社辞めたらそこがゴールかって、やっぱそうじゃなくて、その先も自分がどうなりたいのか、どういう環境、時間、住む場所っていうのを変えていくことによって自分の当たり前を変えるのかっていうことをね、やっていくのがすごく大事なわけなんですよね。でだから私がこの自分の講座、今自由に働きたい女性とか、まあ心もねお財布もどっちも豊かになれるっていうことをテーマにしてコーチングをやってるんだよね。キャリアコーチングを中心にやってるんだけど、やっぱり私は生徒さんに私の元で学んで全部吸収したらちゃんと卒業できるようになってほしいと思ってるんです。なんか私が手取り足取り全部教えないとできないことを、その生徒さんが望んでるかって多分そうじゃなくて、学んで自分のものにして吸収したいから私の元にわざわざお金を払って学びに来てくれてると思うのよね。だし私はコミュニティとかもあと学ぶ場所ってなんか依存するためにあったりとか、自分をその枠の中に収めるためにあるわけではないと思うんだよ。でなんか特にこれ会社を卒業してなんかこう自分でやっていきたいと思ってる人って多いと思うんだけど、なんかこう会社って決められた枠とか、まあ常識とかって決められた枠の中で生きることが自分が違和感を感じたりとか、そこの枠の中で自分の夢が収まらないなって思うから、それ以上先に行きたくなるわけですよ。なのにそこから出たとしてもまた枠に収まるって私は違うと思っていて、今ってね本当にオンラインサロンとかもたくさんあるし、学べる場所ってたくさんあるんだけど、だからこそこの何から影響を受けるかっていうのを、自分がステップアップして自分が環境を変えていた時にも必ず自分でコントロールしていってほしいんですね。これを忘れちゃうと自分の成長が止まってしまう。なんかせっかく一歩踏み出したのに成長が止まってしまうってなるとすごくもったいないと思っているので、自分で影響を受ける範囲は自分で決めるっていうことをやってほしいなと思います。でそれは変わってもいいんだよっていうことですね。じゃあ私の生徒さんがさ、みずきさんありがとうございました、卒業しますって言われてさ、辛い方全然そうじゃないのよ。むしろちゃんと学んだんだねって思えるし、逆に学んで全部吸収するまで私はもう徹底的に伝えようと思っているから、そういう向き合い方をしてるんだけど、なので自分の影響を何から受けるかっていうことをですね、ぜひコントロールをしていただき
ければなと思います。でこれね、生徒さんでも何からやっていいかわからないって、ね、環境を変えるとかって、まあ、正しいのは分かったと。でも具体的に自分の生活にどう落とし込んでいったらいいのって言われた時に、私もそうなんだけど、やっぱ学ぶのが好きな人とかさ、向上心高い人結構多いんだけど、見てくれてる人たちもね、生徒さんとかもインプットするの多分すごい好きなのよ。でも逆に断捨離するのめっちゃ苦手なのね。全部の情報が正しいってやっぱ思うし、正しいと思うためにどう理解したらいいのかみたいな考えるんやよ。でもそうやって思考しないって入ってこない情報って、そもそもあなたにとって最適な情報ではないってことっていう風に断捨離していったらいいと思うの。逆にこう言ってることがスッと入ってこない人の言葉は私は聞かなくてもいいと思っていて、逆に私の動画で見てて なんやこいつみたいな、何言ってんだって思う人は見なくてもいいと思ってるね。タイミングってあるし、あとは自分の分かりやすい表現で話してくれる人って絶対いると思うから、それが自分のまずはどういう影響をどういう人から受けるかって決めるとこの一番大事なポイントになります。でまずは断捨離からする。自分が今受けてる影響を減らすところからやっていく。減らしていった時によって、もう何から影響を受けるかってゴロッと変えるためには、一旦自分に集中することが大事なんよ。まずは断捨離をして、自分に集中して、自分ってどうなりたいのかとか、どうなんだっていうことをまず自分が分かった上で、影響を受ける範囲をどんどん決めていくっていうことが大事なので、まず一番にやるべきはやっぱり断捨離ですね。情報の断捨離、影響を受ける範囲の断捨離。あ、そうそう、これさ、今水があるんだけどさ、ね、水を注いで、さっきもいっぱいあったんよ。でもこれがいっぱいになるのに、また情報を受けるところ入れよう入れようと思って、もうさ溢れちゃうじゃん。でも一回断捨離してバーッと減らしたら、またこんだけ自分が影響を受けたいところがさ、枠が開くわけじゃんっていう感じで、まずは断捨離をしてほしいんですよね。そうで、情報の断捨離をして、じゃあ今度環境変えるってなったら、今の環境からその身を変えるっていうために、一旦自分が置いてる環境から身を離して新しいところに行くっていう、必ずこの入れ替えが起こってるわけなので、何か新しい選択をするときとかって、もちろん追加ですることもあると思うけど、自分のキャパシティとかできる範囲って決まってるし、逆に言うとやっぱ出さないと入ってこないんだよね。自分の枠を作らないと、器を広げないと入ってこないから、この必ずステップアップするときっていうのは、まあ影響を受ける範囲を自分で決めることなんだけど、そのために大事なのはまず断捨離をして自分の枠を広げること。まずは隙間を開けることだよね。その隙間を開けたら、そこに今度影響を受けたいものを入れる。環境、時間の使い方、住む場所っていう、まあ、自分の当たり前っていうのをどんどん変えていくっていうことですね。まあどういう人から影響を受けたいのかが一番かなと思います。住む場所も環境も時間の使い方も結局そうじゃん。こうなりたいと思う人がいる環境に行くし、住む場所もさ、こういう人たちがいるところと同じような場所がいいなとかさ、自分が住みたいと思える場所って同じ価値観の人たちがいるわけだから、そこに行くとか。時間の使い方も何をやるかもそうだけど、何をやるかで言ったらさ、こういう人たちと一緒に働きたいなとか、こういう人たちと一緒に過ごしたいなとか、自分の価値観を共有したいなとかっていう人たちだろうし、逆に自分の理想を叶えてる人たちのことを想像してやることを考えるとすると、自分が理想とする人ならこんなことしてるだろうなっていうことを想像してやるわけだから、そこをね、大事にしてほしいなと思います。はい、ではちょっと今日は、まあ、フリートークでかなりお話をしていったんですが、ぜひね、皆さんが人生を大きく変えたいなと思った時には、この影響を受ける範囲っていうのを自分でコントロールするっていうことを徹底してみてください。気づかないうちにいろんなところから、私たちは今情報社会なのでかなり影響を受けてますので、そこをコントロールしていくことで自分を変える、客観的に自分を変えるってことだよね。コントロールするってことをやってみてください。はい、では何か相談したいよとか、まあ、講座とか興味あるよという方だったり、まあ、あとはね、副業とか起業とか、コンサルティングもやっておりますので、ご相談ある方は公式 LINE 概要欄載せております。そちらからお問い合わせを、ね、お待ちしております。はい、それでは皆さんありがとうございました。じゃあね。